皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2022年3月23日水曜日といったところでございましょうか。気温は3度でございます。はあ、いや違いますよ。あのお笑い芸人さんじゃございませんよ。はい、3度でもちょっとびっくりですよね。そのこの低さに昨日より低くなってるじゃございませんか。昨日より、ということは昨日雪が降ったので、さらに今日は雪が降るのです。実はちょっとあの僕は天気予報とかあまり見る習慣がありませんでして、実際どうなるのかなっていうのがちょっと分かってないのですよ。今日も降るんですかね。もしも降るとしましたら、皆様お気をつけくださいませ。お出かけするとき足元滑ってしまわないように、そういう滑りにくい靴とかそういうものをお選びくださいませ。そしてとってもとっても寒くなるのでしたら、やはりちょっと寒い対策ですよね。寒さ対策、これぜひとも忘れずにお出かけするようにお願いいたします、とのことでして、ちょっとびっくりしてしまいました。本日のその気温に、やっぱり気温っていうのは毎日こうして発することで、すいませんね、甘噛みしちゃいまして、発言することで何かちょっと自分自身にも気が引き締まるような感じしますよね。ああこういう風にしなきゃみたいな、今日は寒いからとか今日は暑いからとか、対策をするような生活が送れるような気がしました。普段はなんとなくですからね、とのことでして、あとは昨日のお夕飯ですね。昨日のお夕飯はあれ、ああ思い出しました、一瞬忘れちゃいましたよ。お夕飯はエビグラタンです。ありがとうございます。ものすごい豪華なお夕飯でございますよ。とは言いつつも、とは言いつつもですよ、120円くらいのエビグラタンなのでございますよ。はい、そうなんです、リーズナブルなものなのでございますよ。ただとっても美味しく食べられましたよ。はい、とっても美味しく、とはいえですよ、とはいえちょっと少ないかなみたいな感じはしました。僕の中ではもうちょっとがっつり、はい、そのエビグラタンの2倍くらいは食べたいなっていうところが正直なところでございます。そうなんですよね、ちょっと僕の中では量が少ないんですよね。まあだから120円なのかなっていう感じはしております。はい、ただ僕の中ではやはりいつもよりは豪華な食事にした次第でございますよ。わざと豪華にしたんですよ、今日のために。今日こういう風にして言うために豪華にしたのでございますよ、とのことでして、じゃあ行きますかね。はい、そろそろ今日のお便り行ってみたいと思います。じゃあ拝見いたしますよ。じゃん、ペンネームサンピアさんよりいただきました。サンピアさん、お便りまたもやまたもやと言いますか、ちょっとお待たせしちゃってすみませんですかラー。でもサンピアさんの場合は
連続で取り上げるときは取り上げますので、特にお待たせしちゃってもいいのでございましょうかね。サンピアさんの心の広さにちょっと甘えさせていただいております。とのことでして、とっても嬉しいですですから、はい、ありがとうございます。いつもいつもサンピアさんのお便り、もう楽しみにしておりますよ。いつも不思議なお便りですからね。お便りと言いますか、お一言でございますからね。とのことでして、サンピアさんからはいつもメッセージはありませんから、もう早速そのお一言拝見したいと思います。じゃん、わあ、もう言っちゃいましたよ。言っちゃいましたから、サンピアさん言っちゃいました。冒頭にこのお一言言っちゃいましたよ。でももうこれから、じゃあこの後からはこのお一言を言わないように気をつけます。はい、とのことでして、皆様に簡単にご説明しますと、そうですね、晩ご飯に僕が語尾にくっついたような状況でございます。はい、そうですね、そういうことになることによりですよ。じゃあ夜何を食べたの僕みたいなことでございましょうか。それとも夜僕を食べちゃうよみたいなことでございますか。そっちは怖いですよ。そっちは、とのことでして、何を食べたのの方の僕にしたいと思いますよ。もう言っちゃいましたからね。言っちゃいました。そしてあれですよ、そうなんです、お一言的にはその晩御飯僕でございますからね。はい、それを改めて一言としてこの後言わせていただきます。もう今更感すごいですよね。今更感、ただどうなんでしょうね。じゃあもういろいろ言っちゃいましたから、 GO! みたいに言っちゃいましてもちょっと寂しいですよね。じゃあ何かお話ししましょうか。何か、そうですね。じゃあ今まで僕が疑問に思ってること、これをちょっとぶつけてみてもいいですか。実は僕は朝昼晩と食事するにあたってずっと悩んでることがあるんですよ。はい、僕の食生活の中では夜が一番豪華なんです。でもあれなんですよ、夜が一番シンプルにした方が良くて、朝しっかり食べるのが健康的だみたいなことを聞いたことがあるのですが、これは実際どうなのですか皆様。これどうなんでしょうかね。いや、これ本当に悩んでるんです。ですからどうしようかな。じゃあ朝が今までは豆腐なんですけれども、じゃあ夜に豆腐にしようかなとか思ったりはするんですけれども、僕の食生活の中ではですよ、夜が今まで生きてきた中で豪華なようにして暮らしてきましたから、と言いますか、皆様も夜が一番若干豪華ですよね。そうじゃございません？なんか家庭の中では
夜が豪華だっていう風に今まで育ってきてませんか？ですから急に夜がじゃあお豆腐にしようよみたいになっても僕の中でちょっと寂しいのですよ。はい、そうなんです、そうなんです。ですからこれどうなんですか皆様。多分一般的なご家庭では夜が豪華なのが当たり前のような生活になっているとは思いますが、じゃあじゃあでも健康を考えた時には本来朝が豪華で夜はなんかこう質素なものでいいみたいなこと、これどうなんですか、どうなんですか。もう聞いちゃいますよ皆様に。どうかじゃあじゃあもうお教えください。これじゃあそれに従いますよ。皆様がもしもですよ、夜がそうだね質素でいいね、朝しっかり食べようねということで確定だということをおっしゃってくださいましたならば、じゃあもうそれに従います。本当にそれに従わせていただきます。はい、もうじゃあ決めましたよ。はい、皆様がそういうのでしたらそうします。でも寂しいな、今さら逆転か、今さら逆転か。つらいな、これつらいですよ。結構これつらいですよ本当に。じゃあじゃあお昼はどうなんですか。お昼、あ、僕ちょっとお昼のことあまり言いたくないのですけれども、まあまあ言っちゃいますよ。僕はお昼はお菓子だったりするんです。はい、おせんべいとか。そうなんですよね。これどうなんですか、これどうなんでしょうね。お昼お菓子ってちょっと微妙ですよね。微妙だなとは思いますよ。ただそういう風にしちゃうんですよ、なんか簡単なものに。はい、お昼は簡単なものみたいな。もうなんかそうなんです。なんか作業的なことをしながら食べられるものにしちゃったりするんですよ。またはみんなとワイワイお話と言いますか、みんなとワイワイと言いますかですよ、有限会社ジンコで何かしらの作業をしながらの、はい、そんな感じのお昼をお菓子にしようよみたいな感じでございましょうか。ニュアンス的にはニュアンス的なことですよ、あくまでも。はい、そんな感じでお昼はお菓子にしちゃったりするんでございますよ。これどうなんですか、お昼の存在って。お昼の存在ってどうなんでしょうね本当に。まあ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 、じゃあじゃあどんなお菓子とかちょっと疑問になられたりいたします。僕がよく食べるお菓子といいますか、おせんべいは何かしらの果物の種の濃い形をしているおせんべいにピーナッツが添えられているような、そうしたおせんべいでございます。はい、そうですね、なんか種の形してるなみたいな、そんな感じのおせんべいにピーナッツがまみれ入れたおせんべいでございますよ。ここまで言いますと、ああじゃああれじゃんってお分かりになられますよね。まあまあそういう感じでございます、そういう感じで。もしくは棒状のなんかスナック菓子にチョコがコーティングされた、持つ場所はチョコがコーティングされてないやつです。はい、食べるとポキッっていう音がするような、そんなようなものがございますよね。
そんなようなものがございますのの、いちご味が大好きなのでございますよ。いちご味も最高ですよね。いちごチョコって、いちごのチョコってもう恐ろしく美味しいですよね。あれどれだけ美味しいんですか。僕はもうあれ食べ始めたら止まりませんよ本当に。何の話してましたっけ。そうでした。お昼お菓子ってこれありなんです。もう今回謎がもう多くなってきましたよ。ただ一番の謎はあれです。朝と夜、これを逆転すべきかどうか、これについてもう本当に討論ですよ。完全に皆様どう思われますか。これトゥートゥートゥットゥル、危ない言っちゃうところでした今。トゥートゥートゥットゥルみたいな、もう朝まで、いろいろ討論するべき感じの、これは大きな僕の人生観を変える、はい、出来事でございます。討論すべきことでございますので、どうか皆様お教えくださいますこと、よしなによろしくお願いいたします。はい、そうですよ、皆様のメッセージにより僕の人生これから変わる可能性ありますよ。もしも朝と晩を変えた方がいいよということございましたら、ただ僕の希望としては夜豪華な方が僕は嬉しいです。その方が、はい、そういう風にだけお伝えしておきます。僕の好きにした方がいいよ。やっぱりそりゃ健康の上では夜が質素の方がいいけれども、僕の好きにした方がいいよと言ってくださるのでしたら、好きな形で夜が豪華でで行きたいとは思いますけれどもね。はい、まあ若干健康はおろそかにしちゃうかもしれませんけれども、やっぱり寂しくございませんか。はい、何せみんなであれですよ、家族で集まってあれですよ、晩ご飯を食べるみたいな、そういうものの方がよくございませんか。もう分かりません、分かりませんよ僕は。じゃあもう行きましょうかね。はい、今回とってもシンプルなお一言をいただけましたが、とっても悩ましい、そういうことになった次第でございます。サンピアさんのお一言により、ものすごい重大なことを考えるべき時間になったことと思います。それでは行きますね、サンピアさんのお一言。それではサンピアさんよりの一言どうぞ。お夕飯です。